はいどうも、パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は未勝利、その理由を考えようというところで、まあ、数字じゃないのかな、横浜 FC の場合は話を今回やっていきます。よろしくお願いいたしますと。 いうことで、まあ、それでもちょっと数字的な話はやっていくんですけれどもね、今回、ガンバ大阪と柏レイソルの未勝利組の話は昨日動画にしているんですけれども、今回、横浜 FC 編ということでね、まあ、なかなかえー苦しんでいる横浜 FC でございますけれども、まあ、今後の見通し含めてねやっていこうと思ってますので、最後までよろしくお願いいたしますということで、まずはこちら。 えこれが順位表ですね、横浜 FC、現在勝ち点が1で最下位というところですね、得点が4得点で9失点と。 いいうところででは失点の数がやっぱり多いですね、えー、ガンバと並んでワースト記録というのは現状、失点の数にはなってきますしまだ初勝利がないんでね1つ勝てばやっぱ昇格組なんでね一気にこう盛り上がっていくというか自信につ、え、な、ー、がる可能性は、ね、あると思うんですけどその一生が遠いというところですよね、まあ、グランパス戦とか、ね、結構攻め込む時間帯も多かったんで決めきる時間に決めきればなっていうところかな。全くチャンスが、ね、作れていないなわけじゃない ないんであの、SC、東京戦この間の SC 東京戦も、えー、そうですけれどもねチャンスはあるんですけれどもねまあ、この間、スオビック選手のスーパーセーブというかね、まあ、セービングが良かったっていうのもあると思うんですけれども本当ね1、うん、つの勝ちでこのチームは、えー、変わりそうな雰囲気があるんで僕はそこまで悲観はしていませんし、まあ、悲観というか僕は横浜 FC のサポーターでは、えー、ないんですけれどもねまあ、ウラ列島のサポーターなんですけれどもしかし、まあ、そこまでこうネガティブな印象はないクラブには、えー、なってきますし今年 の J リーグはどこもそうなんですけれどもね、多分そんなに勝ち点差が広がらないと思います。まあ例年、ね、最近の、えー、シーズンでいうとフロンターレとか、えー、マイノスとか上の方のチームがちょっとね、えー、勝ち点差取りすぎた勝ち点取りすぎたっていうか取りすぎたもくそもないか、えー、取りすぎたもくそもないんだけど結構やっぱこう上と下との差が離れて、えー、しまっていたここ数年間なんですけども、まあ、今年に関しては本当しばらくは談合状態が、えー、続くんじゃなかろうかと、まあ、それこそ、ね、2000年代とか、えー、2010年代半ば ぐらいまでの雰囲気になんか近づいてる感じがしますんでまだまだ分かりませんというところで今回次見ていきましょうこちら。 えー、これが今年の基本スターティングメンバーとか形にはなってきます、まあ、サイドバックのところは橋本健人選手が、ねえー、最近入っていますしゴールキーパーブローダーセン選手は怪我なんですかあ,あ,のあのブローダーセンに関しては本当、ね、彼が来日した試合かなそれこそグランパス戦だったんじゃないかなあんまりちょっと、ね、どこだったか覚えてませんけどもう初めて J1 で、えー、プレーをした試合であこのゴールキーパー大当たりだって思ったぐらい僕はこのブローダーセンに関しては相当、ね、高い評価を していたんですけど、今年まあ出番がないということなので、おそらく怪我なんでしょうね。なんかインタビュー記事はこの間見たんですけどね、えー、ブローダーセン選手のインタビュー記事は見たんですけどもね、またね、ブローダーセンが帰ってくれば、少しは守備のところの改善に、えー、繋がるんじゃなかろうかというところですけどもね。であとディフェンスラインはこんな感じで、まあ、J2 から、えー、ね東京ベルディーから来運ウンドカ・ボニフェス選手もいますし、ね、ウンドカ・ボニフェスに関して欲しかったですね。僕もウラレツサポータータでこの リフリェ選手埼玉出身、浦和出身じゃなかったかな、えー、そういう選手なんで、ちょっと来てくれねいかなと思っていたんですけれどもね。であとはユーリララ選手、まあ、栃木にいた選手ですね、ボランチは。えー、ユーリ選手、そして三田選手、ま三、あ、田選手がボールを持つとテンポ上がるんで、やっぱりこの選手はボランチ、ダブルボランチの一角として使うとやっぱ違い作ることが、えー、できるなっていうのは、うん、感じてますけれどもね。で、えー、前線4枚に関しては、左は坂本選手ですね。えー、ロアストからやっていたく、ま、さ坂本熊 ロア、ね、ストから来た熊本じゃないね、ロ、え、ア、ー、ストから来た坂本選手にはなってきます、まあ。とんでもない言い間違いしましたね。まあ、まあ、坂本選手に関しては、まあ、別にこうプレーが悪いわけじゃなくて、少し引いた位置からでもこうボール運ぶことができるんで、ね、そのプレーというのは、通じているかどうかは別として、もうちょい数字がついてくればいいのかなというのはありますが、坂本選手の動き自体はそんなにこう悪いわけじゃなくてっていうのは感じますけどもね。であとトップした井上詩�と長谷川選手ですね。であの昨日かな あ上がった記事グま,まさんの有料記事で上がった中で井上選手のインタビュー記事というか、えーね、あったんですけれどもね、まあ、そこ有料部分なんであんまり話すことはできないんですけれどもやっぱ井上選手は結構危機感感じてますね現状のチームにやっぱりこう危機感を相当持ってますんでこのそういう意識ですねこの間の試合も途中から出てきたんですけれどもね、まあ、そういう危機感というのがチームを強くするというか、まあ、それが、ね、いい雰囲気作りにつながるどうしても多分今結構ネガティブな雰囲気になってるんじゃないか かなさやっぱりこう雰囲気の話になっていくとこのメンバーというのこのね横浜市は本当今年選手の入れ替わりが相当激しくてはじめましてみたいな選手も多いんですねまあだから選手が選手のこと、まあ、それこそねピッチ上のこのプレイスタイルだけじゃなくて性格的なところ人間的なえ部分も含めてまだ理解していないというのが多分え現状と思うんで、ね、一旦こう重い空気になるとどういう風にこう選手間でコミュニケーションをとっていくのか。 難しいのかもしれません、それって過去、ウラレッツもそうだったんですね、何年か前にこう選手がガラッと入れ替わって、ね、そこで結構おとなしいチームになってしまったっていうのがあって、キャンプから本当ねおとなしいチームだなって話をされていたぐらい、ウラレッツも結構これメンバーの入れ替えがあった時に、えー、あったんですね、コミュニケーションが取れてないとまでは言いませんけれども、静かに言い合いもしないようなチームで、どうしたかっていうとこはあったんで、多分横浜市も今そういうとこでもしかしたら、えーね、悩んでるかもしれませんね。どう,いう にコミュニケーションをとっていこうかとかね、やっぱりそんだけ入れ替わりが多かったんで、その辺はね、う,ん、うまいこと、いい雰囲気作ってくる選手がいればいいと思うんですけども、ちょっとその辺んの、まあ、僕が考えることでもないんですけどもね、逆に全くね、本当、新チームだからこそ1つ勝てば、選手自身は乗っていく可能性が高いと思いますんで、まずは1つ勝ってほしいところにはなってきますけどもね。はい そして、えー、これが、えー、岡林の数字的なところになってきますけど、一応こんな感じですね、まあ。だからチャンスは作れているんですね。チャンスも作れているし、1試合平均のシュート数もリーグで4番目なんで、このチームはしっかり、ね、チャンスを作ることができている。しかしというところで、一番右上ですね、シュート成功率が17位というところで、ね、もったいないですよね。まあ、チャンスの数自体は J1 の中でも上位に値する数字を残しているあ。ちなみにこの数字は収録日現在の数字なんで、 動画が上がる頃にはもしかしたら変わってるかもしれませんというところですけれどもね、まあ、しかし現状ですけれどもね、チャンス構築率が4位なんで、まあ、やっぱこう試合見ていても分かりますけれどもね、ゴール前まで顔出す場面というのは本当多いんですよね、ただ最後どうやって決めるか、まあ、小川光輝という大砲がいるんだけれども、じゃあどうやって決めるかという問題で、小川光輝だけしか今点取れていないんですね、このチームはですけれどもね、これがもっとね、いろんな選手が得点に絡むことができれば、またチーム全体として一つ 上のレベルにに行けけるんんじゃなかかろうかと、ね、思うとと思ですけれどもね、まあ、とにかくチャンスは作れているというポジティブな、えー、数字もあるというところですが守備のところを逆に、えー、見ていくとシュート数打たれてますね、非シュート数も多いし、非チャンス構築率も、えー、高いんでチャンス、まあ、ん難しいですね、まあ、チャンスは、えー、作らせてしまうしそのままシュートまで持っていかれているという問題がありますのでここもちょっと改善点、まあ、相手が、ね、チャンス作る前に潰しきりたいというところ、まあ、守備のところでいうとボランチとか中盤のところで、まあ、潰しき ファイナルサードに入られる前に、えー、なんとか潰したいというところになってきますね C 東京戦の失点のシーンもそうなんですけれどもねこのチームは本当失点が多いというか立ち上がりの失点が多いですねんなんかこうね早い時間帯での失点が多いとかそういうイメージがどうしてもありますんで、まあ、これガンバ大阪も一緒なんですねえガンバ大阪も立ち上がりの失点とかが多いんで、まあ、これガンバ大阪と同じ問題にはなってきますが立ち上がりの失点というのはまず一つ解決すべき問題でありますし C、えー、東京戦は のその先制点の場面でいうとあのシーンは人数しっかり揃っていたんですねあのー、結構ね FC 東京の方が全く全くってことでもないけども FC 東京はあんまりこう人数が、まあ、4人ぐらいいたんですけどもしかしまあ横浜 FC はそれに対して結構な人数が戻ることが、えー、できていてしっかり人数足りていた人数足りていたんだけどもまあね少ない手数で FC 東京ディエゴ・リベラに決められてしまうということなんでなんであんだけ人数がいて、えー、失点してしまうのかそこをちょっと横浜 FC の問題点の ところかなあのシーンね、ねあの先制点の、えー、場面と時間帯に関しては、まあ、横浜 FC のまあ現在、ねえー、抱えている改善すべき点というのが一つ見えた感じがしますけれどもね、ね、まあ、本当、あんだけ人数揃っていただきに、えー、もったいなかったね先生の失点の場面にはなってきますよね、であとその失点パターンに関しては、クロスからやっぱ、えー、ね全体の44%、えー、クロスからやられてしまっているんで、このクロスからの失点、まあ、横からの揺さぶりです、ね、そこへの対応というのも、ちょっと今後は必要になってくる感じ 感じがしますけどもねはい このボール保持率から僕は結構ポジティブな要素は見いだしていて、さっき言ったチャンス構築率がリーグ4番目に多いんですよね。で、これね、たまにあるのが自分たちでボールは持つんだけどチャンスを作ることができないチームって結構あるんですね。あれ、なんでそんなにボールポジション率が高いのにシュートまでいけないのとかチャンス構築率が低いねっていうチームはあるんですけれども、しかし、横浜 FC に関してはしっかりボールポゼッションしてチャンスを作るところまではいけているんで、あとは中のクオ ところですよね最後どうやって決めるかっていうところにはなってきますけどそこのアイデアだけしっかりすればあのチャンス構築率というのは生きてくる感じがしますしね本当自分たちで主体的にボール回して攻めていこうみたいなサッカーその体験結構近いところまで来ていると思うんですよねでドリブルの回数も5位なんでやっぱ、ね、両翼の選手、まあ、山根選手も推進力ありますし、ね、本当両翼の選手に、まあ、ドリブラータイプの選手がいますんでこうパッと見た時にやっぱり悪い数字 ってそんんななにないんで、すよねでさっきも言った、だから守備のところの問題が多すぎて、なかなかね、オフェンス面まで、えー、こう改善することができていないのか、まあ、優先順位としては、まずは守備のところの改善に今着手しているのかもしれませんが、ね、やっぱ本当、ゴール前でしっかりチャンスは、ね、作ることができているんで、僕はそんなネガティブな印象ではないんですね。やっぱり実際の試合見た印象と、こういう数字で、えー、見たときに、まあ、確かにこういう数字が並ぶかなっていうのは、えー、思っていたんですけれどもね。まあだから ね、自分たちでボール持ってえそこからねチャンスまで作ることができているんであとは決め球だけっていうのとあと守備のところの改善さえできればヨモダ監督のえ今年のやりたいサッカーというのは僕は十分通じるんじゃなかろうかというところでは期待していこうと思ってますけどもねはい。ということで10年でますね以上パラプンテージェルサッカーチャンネルのツッツンでしょうかっチャンネルら。